薄い峠、薄い峠は、群馬県安中市松井田町坂本と長野県北作郡軽井沢町との境にある日本の峠で、ある。標高は、約960メートル、M。島の川水系と、利根川水系とを分ける中央分水峰である。峠の長野県側に降った雨は、日本海へ、群馬県側に降った雨は、太平洋へ流れる。古代には、薄い坂、 ウスヒ、ノサカ、ウッシュヒザカ、ウス、ニッサカなどと言い,い、中世にはウスイ峠、ウスイ峠とも表記された。近世以降は、ウスイ峠で統一されている。ウスイ峠、ウスイ峠は、古表記。1200万年ほど前には、現在のウスイ峠は海中にあり、クジラやサメなどが生息していた。700万から200万年前には、ウスイ川上流地域で、 噴火活動があり、110万から65万年前の溶岩噴出で薄い峠付近は平地取った。その後、30万から20万年前に、霧積川によって、東部で侵食があり、急な崖が形成された。以上のような経緯から、地層は、下部が大未期中期の海生堆積岩類、上部が後期中心よから、前期後進よの火山岩類で構成されている。 下部の堆積岩層は、霊岩、砂岩、凝海岩などで浸食されやすい。また、上部の火山岩層の厚みは数百メートルに達する。頭部が激しく浸食された結果、現在の薄い峠は、直線距離で約10キロメートル、キロメートルの間に、標高差が500メートル以上に達する急旬な、東側のみの片勾配となっていて、群馬県側のふもと、 横側の標高387メートルに対し、長野県側の軽井沢は標高939メートルと峠960メートルとの標高差がほとんどない。特に中山道を例にとると、坂本塾から羽石山までの水平距離700メートルの間に標高が300メートルもある。そのため一般的な山脈をトンネルで抜けることで、 峠越えの高低差を解消できる、両勾配を持つ峠と異なり、通行には近代に至るまで数多くの困難を抱えた。気象学的にも、薄い峠は関東地方と中部地方の境界にあたる。日中、関東地方南岸では大規模な海風、太平洋海風が生じて、およそ秒速5メートルで大気が内陸に向かって進む。一方で、 中部地方内陸部では上空に低圧部が現れ、谷から山頂に向かう風が生まれる。午前中は薄い峠にこれら二つの流れが両側から向かってきて、峠では風が真上に向かって平行状態となる。午後になると地表面の温度が高くなって双方の勢いが増すが、関東地方からの流れがより強くなるため南東風が吹き、関東地方の大気が 中部地方に流入する経路となる。なお夜間には海風が支配的となって南東風が続く。また山を登る空気は気圧が低くなるとともに膨張して温度が下がり、飽和した水蒸気が霧となるため関東平野から薄い峠を登って流れ込む南東風が原因となって軽井沢では年間130日以上も霧が発生している。 植生は付近にあって、標高の近い浅間山山六部分と似ており、ブナやコナラなどの落葉樹、及びモミやカラマツといった新葉樹が生えている。下草としては、ゼンマイやススキ、リンドウ、ニッザサなどがある。浅間山との違いとしては、紫や下付け草、毛仙ゴケが多いことが挙げられる。一帯には、古くからニホンザルが生息しているが、 1980年代から人里に降りてきて農作物などに被害が出るようになり、1984年には薄い郡松井平町、当時など山町で計2000万円以上もの被害があった。その原因としてはなどが指摘されている。上、新越自動車道の開通後は交通量の減った国道18号への出没も増え、1990年代末以降は薄い峠を拠点に、 軽井沢の中心部にも出現している。古来から坂道と信濃国をつなぐ道として使われて、北が難所としても有名であった。この薄井坂を呼びするが、相模国境の足柄坂より、東の地域を坂道と呼んだ。日本初期傾向期には、日本穂高、山和岳が坂道平定から帰還する際に薄井坂、薄に坂にて、 暗房沖で受水した妻の音とたち花姫を忍んで、東はやとうたったとある。なお、古事記では、これが足柄坂だったとされ、どちらが正しいかという論争が存在する。現在でも、薄い峠を境にして、東側が関東文化圏、関東方言に、西側が中央高知文化圏、東海東山方言に分かれている。薄い峠の範囲は南北に広いが、 その南端にあたる乳山峠からは古墳時代の最祀遺跡が発見されており、乳山遺跡、古墳時代当時の古東山道は乳山峠を通ったと推定されている。7世紀紅葉から8世紀前葉、飛鳥時代後期なら時代初期にかけて全国的な幹線道路、駅路が整備されると、薄い坂にも東山道駅路が建設された。乳山遺跡はこの時期までに廃絶しており、 薄水坂における東山道駅路は近世の中山道にほぼ近いルートだったとする説が有力視されている。なお、万葉集に見えるように先森たちにとっては故郷との別離の場となっていた。平安時代前期から中期頃の坂道では武装した不合白焦燥馬の塔が国家支配に抵抗し国家への新農物を横領したり略奪する動きが活発化した。 これら不合白焦燥を軍刀とみなした国家は、その取締りのため、正体二年、899年に薄井坂と足柄坂遺跡所を設置した。これが薄井関の所見である。薄井関は、天行三年、940年に廃止され、中世に何度か復活した。古代駅路は、全国的に十一世紀初頭頃までに廃絶しており、薄井坂における、 東山道駅路も同時期に荒廃したとされている。その後、薄い峠における主要交通路は、旧薄い峠ルートのほか、入山峠ルート、ワニ坂峠ルートなどを通過したと考えられているが、どのルートが主たるものであったかは、確定に至っていない。中世には、薄い峠付近の主要道は、現在の大座峠、地図中の旧薄い峠を通るようになった。この峠には、 熊野港大神社、薄い峠熊野神社があり、道神社昭和5年4月8日、1292年5月3日、木の照明か、この頃までには、大技峠の道が開設されていたと言われる。入山峠を通る古道よりも、坂本付近などが瞬間で、通りにくかったが、そのため防備に優れていたとされる。大江、うん、30年、1423年の、 国人一期や影響12年、1440年の有機合戦では、薄井峠は、新州からの侵攻を防ぐ要衝となっていた。a 禄4年、1561年に、長岡景虎が、小田原城の後北条氏を攻めた際に、武信玄が、笛吹峠に出陣し、信玄は、薄井峠からの進出を、その後数回にわたって行い、a 禄9年、 1566年には、美濃和城の攻略に成功して、上野国へ進出した。天正18年、1590年の小田原征伐の際、豊臣秀吉は、前田利家らの北国勢を、薄井峠から進軍させている。江戸時代には、中仙道が、五街道の一つとして整備され、旧薄井峠ルートが本堂とされた。薄い峠は、 関東と信濃国や北陸とを結ぶ重要な場所と位置付けられ、峠の江戸川に、関所、坂本館が置かれて、厳しい取り締まりが行われた。峠の前後には、坂、本塾、軽井沢塾が置かれ、両宿場間の距離は二里二十六町、約十キロメートル、キロメートル余りであったが、峠町部の熊野神社の標高が千二百メートル、坂本塾の京都口が標高四百六十。 メートルであるから、その標高差は740メートルもあり、通行者の大きな負担になっている。特に羽根市は、ら折れの急坂の上落石も多く、峠道最大の難所である。なお、坂本から熊野神社までの旧中線道ルートの現在は、旧建設省と道の日実行委員会により制定され、日本の道百選の一つとして1986年、 昭和61年に選定を受けている。ただし、古道はその後も活用されており、例えば南所の薄い峠を避けることができる和に坂峠ルートは、姫街道、女街道と呼ばれていた。この道は、本城で中仙道本堂から分かれて、藤岡、富岡、下仁田を経由し、ワニ坂峠、ワ美峠付近を経て、新州に入り、 水分宿付近で本堂と合流していた。しかし、こちらも難所であることに差はなかったといい、本堂と同様に西巻関所が置かれていた。天明三年1783年の浅間山噴火では3尺90センチメートル以上の砂が積もり、薄い峠王冠は8日間にわたって通行不可能になっている。薄い峠は中山道有数の難所であったため、 幕末の文久元年1861年に、和宮が徳川家持にとつぐために中仙道を通ることが決まった際に一部区間で大工事が行われ、和宮道と呼ばれる多少平易な別ルートが開拓された。なお、約3万人の和宮一行は、同年11月9日、1861年12月10日に、軽井沢を建って薄い峠を越え、 翌10日、1861年12月11日に、横川に宿泊しいる。明治に入っても、その重要性は変わらず、人々や物資の往来は続いた。1878年9月11日、明治天皇の北陸道、東海道巡行では、天皇は土方にて峠を通過している。明治天皇記によれば、峠の県南は、馬すらも通りはず。 とあり、この時期においても難所であることには変わらなかった。1882年に従来の南側に振動が作られ、1886年には馬や車での通行が可能となった。雨水振動と呼ばれた。この振動は国道18号の旧道にあたり、坂本軸からその後雨水湖が作られたあたりまでは概ね和の宮道、正しくは明治天皇御巡高道路であり、 和ズ宮道は、熊野神社北側から、小持山の南西あたりまでお湯を踏襲し、そこから、西側は、中尾川に沿って全く新しいルートとされ、軽井沢塾と靴掛け塾の間で、旧道と交流する、ものであった。新道の薄い峠は、中仙道旧道の薄い峠、新道海通後は、旧薄い峠と呼ばれているから南に3、キロメートルほどの場所に移動した。この結果、 薄い峠越えの道は 3km 長くなったものの、平均勾配が半分以下に低減された。その後、旧軽井沢と呼ばれるようになった地区は中仙道旧道に沿った場所で、軽井沢駅周辺は明治時代に開発された新道沿いにあたる。大正以降はトラックなどの往来も盛んになり、失業対策も兼ねた。 公共事業の一環として1932年から翌年にかけて拡幅及び一部舗装工事が行われ、これを記念した石碑が県境に残っている。なお、第二次世界大戦中には牛や馬の峠越えによる物資の輸送も行われた。国道十八号の薄い峠の区間は、1956年、昭和31年から拡幅や改良、舗装工が進められていたが、 カーブが184個もあることなどから限界があり、交通需要の高まりに応えるため1971年に国道18号のバイパスである有料道路の薄いバイパス、乳山峠を通るかつての古道山道のルートが開通した。薄いバイパスは2001年11月11日から無料化され、かつての中山道はハイキングコースとして整備された。 1993年には上、新越自動車道が開通したことから、1979年には、交通量が2000台、日あった、明治時代の振動も、その重要性は、薄れつつある。なお上、新越自動車道の建設にあたっては、道道路内で最長となる全長1267メートルの、薄い橋が、薄い川などをまたぐように架橋された。2005年の上、 新越自動車道の薄水峠付近、群馬、長野県境の交通量は以下の通りである。なお、2005年の国道18号の薄水峠付近、安中市松井田町原港の交通量は、平日が2016台、日、休日が4129台、日、2001年の薄水バイパスの1日あたりの、平均交通量は1235台、日だった。 1993年の予測では、上新越自動車道、薄いバイパスの交通量は、それぞれ8000台、非、7000台、日になると見込まれており、実際の値は共に、これを上回っている。特に、薄いバイパスは1993年の交通量、およそ1万5000台、日からの半減が予想されたが、利用台数はそれほど減っていない。鉄道においても、 薄い峠を越えることは、早くから重要視され、上野駅横川駅間が1885年に、さらに、軽井沢駅、直越駅間が1888年に、開通すると東区間が輸送のボトルネックとなり、東京と新潟の間の鉄道を全線開通させることが強く望まれた。なお、1888年から1893年に、かけては、 薄い馬車鉄道という馬車鉄道が国道18号上に付設されていたが輸送可能な量が少ない上に峠越えに2時間半もかかっていた当初の機関車の能力では粘着式鉄道にて通過困難な勾配がありスイッチバックやループ線などを設ける方法では対処できなかったた、ラック式鉄道を模索し視察したドイツのハルツ山鉄道を参考にしてアプト式 アブト式を用いることを提案した、戦国三つ毛と吉川三次郎のプランが採用された。この案では、中線道沿いに線路を付設するため資材や人員の運搬コストを低減できる一方で、最大で66.7パーミル、イコール、約3.8度という急な勾配になる。なお、この際に、鉄道建築市長のボーナルは、ワミ峠や、 入山峠をを通るる。程度の勾配の案を提示してい1891年3月24日に飛行したが、急勾配で、ラック式鉄道を用いるには、列車の推進力を受ける同省に十分配慮する必要があった。ボーナルはその対策として、大きなスパンに従来よく使われていた鋼げたではなくレンガ製のアーチを用いている。また、 工事中の1891年10月に、農美地震が起きてレンガ作りの建造物が倒壊したことを受け、橋脚に石柱を組み合わせたりレンガを縦に積むなどの地震対策が取り入れられた。このような技術が評価され、薄い第三橋梁などの一連の橋梁、水道などは1993年から翌年にかけて近代解散とて、国の重要文化財に指定されている。ただし、 アーチ部分の耐震性については、効果は限定され、完成後の1894年6月の明治、東京地震、マグニチュードイコール7.0ではアーチに、ひびが入り、同年から1896年にかけて、レンガを巻き立てる補強が行われた。このような経緯を経て、延長 11.2km の間に18の、橋梁と26のトンネルが建設され、 着工から1年9ヶ月後の1892年12月22日に工事が完了し、翌1893年4月1日に、関営鉄道中線道線、後の新一本線として、横川軽井沢間が開通した。薄い峠を越えることから、薄い線、また、横川と軽井沢から、横軽とも呼ばれる。 トンネルの連続による売園の問題から乗務員の中には吐血や窒息する者も,も現れ、1911年に横川駅付近に火力発電所が設けられて1912年には日本で最初の感染電化が行われた。電化により雨水線の所要時間は80分から40分に半減して輸送力は若干増強されたが、輸送のアイロであることは変わらず。 東の雨水は、北の板や西の瀬の鉢などと並び、名だたる鉄道の難所として称された。1900年に大和田岳によって作成された、鉄道昇華第四州北陸編では、雨水峠の区間は以下のように歌われている。さらに、鉄道昇華と同じ年に作成された、現在の長野県下である、信濃の国も、6番において以下のように、 薄い峠を歌っている。なお、アブ、ビーユートという表現は、当時見られたものだが、語源はドイツ語なので現在のアプトの方が、言語に近い。太平洋戦争後は、輸送アイロの解消のため、最急勾配を22.5パーミル、約1.3度とする迂回ルートも検討されたが、最大66.7パーミル、約3.8度の急勾配は回避せず、 一般的な車輪による粘着運転で登校座化する子になり、1961年に着工し1963年7月15日に、急線のやや北側をほぼ並行するルートで新線が単線で開通した。同年9月30日に、ラック式鉄道は廃止され、さらに1966年7月2日には、 旧落区式船の一部を改修工事する形でもう一線が開通し伏線となった。これによって、遠く間の所要時間は、旅客列車で40分から、下り列車は17分、上り列車は24分に短縮された。しかし、電車、機動車、客車、貨物を問わず単独での運転は勾配に対応できず、補助機関車として2両を1組とした。 EF63 型を常に連結することとなった。勾配を上る、下り列車、横側軽井沢を押し上げ、勾配を下る、上り列車、軽井沢横側は発電ブレーキによる、そもそも即ブレーキとなるという機能であった。そのために、必ず勾配の麓側に当たる横側側に2両が連結された。最大66.7パーミルの急勾配という条件で、 峠の下側から本形式による推進、牽引運転を実施するため、非常ブレーキ動作時などに過大な自動連結機作用力、自連力が発生し、連結機の破損や列車の座屈による車両の車体と台車の分離、浮き上がり脱線の予防、車両の一層といった事故が発生するのを防止する目的で遠く間を通過する車両には、以下の対策、通称横計策が、 キスされたまた、指定された、形式以外の車両、大物車、高記号作り客車は、通過を禁止されている。対策指向車両には、識別のため車両番号の、先頭に直径 40mm の G マークを付した。これらの制約は、遠く間の粘着運転への切り替え直前に、実施された165系、電車給料編成と EF63 型による、 下り勾配での試験運転で、非常ブレーキを作動させたところ、機関車 G の区波165系の軽井沢にあたる、車体後部が垂直座屈で浮上し、車体と台車が分離するという現象や、上り勾配での客車牽引で、縦勾配の変曲点で、軽井沢方の台車が脱線する現象が発生したことに由来する。この結果、機関車と他の車両との間で発生する、 自連力の課題がもたらす、悪影響が認識され、遠区間での非軽引退小列車に対する最大8両、系列によっては7両までの連結両数制限と、車種を問わず心脱出防止のため空気バネ、台車装着車に対するパンクの義務化が決定された。前述の専用車両による EF63 型との協調運転システムの開発は、全車の制限を解消し、 輸送力不足を補う手段として開発されたものである。後者の対策は空気バネ台車の限界自連力が金属バネ台車に比べて著しく小さいため垂直座屈に弱い一方で空気バネをパンクさせてストッパゴムだけで車体を支持する状態にすると木バネ有効時と比較して約6倍の限界自連力を得られることから実施されたもので同様に 貨物列車の車掌車についても推進運転時の座、靴問題から一段リンク式足回りを持つよう3500型が限定し折れた。電車では、協調、非協調を問わず、座靴による浮き上がり脱線予防策として、車両重量のある電動車ユニットを、峠の下側に蘇生することになり、新前橋電車区、現、高崎車両センター、長野運転所、 の北長野運転所長野総合車両所現、長野総合車両センター配置の165.169系が、他車両基地配置車と逆向きの編成に蘇生されていた。ほか、後に、松本運転所、現、松本車両センター配置の15系1000番台、後に、長野栄冠、新米橋電車区配置の185系200番台も、電動車ユニットの向きが本来と逆向きにされた。 廃止に先立ち、1993年、平成5年8月17日に、鉄道施設の一部を、薄い峠鉄道施設として、国が重要文化財に指定した。薄い峠の抜本的な輸送改善は、1997年の北陸新幹線、高崎長野間、この区間は2015年3月13日まで、長野新幹線として、営業の開通によってなされた。 その際、新越本線の薄い峠区間、横川軽井沢間は、長距離旅客が新幹線に移行する反面で県境を越えるすなわち、住環境をまたぐローカル旅客数が見込めないことや、峠の上り下りに特別な装備が必要で維持に多額の費用がかかるとして、第三セクター鉄道などに転換されることなく、廃止された。代替交通機関として、 横川駅軽井沢駅間を、片道34分で結ぶ JR バス関東、小室支店による、宇水線1日7往復の運行に移行した。北陸新幹線は、宇水峠北方にある、宇水峠トンネルを通過する。この区間は30パーミル、約1.7度の勾配が連続しているため、E2K などの勾配対策を施行した車両のみが、入線可能である。 新幹線開業後の1997年10月の高崎軽井沢間の1日平均の乗車人員は上下方向で合計およそ3万人乗車率68%と前年同期に同区間を運行していた新越線特急浅間と比べて約1万2千人増加した廃止の方針について群馬県安中市の新島学園高等学校に 長野県から通学する生徒の保護者を中心に廃止許可の取り消しを求める行政訴訟、取り消し訴訟が前橋地方裁判所に起こされた裁判所は廃止の手続きを定めた鉄道事業法は利用者個々の利益を直接保護するものではないとして原告的確,確を認めず訴えを却下した東京高等裁判所の控訴審 最高裁判所の上告審も前橋地方裁判所の決定を指示し、訴訟却下が確定した。旧水線の廃線部分 11.2km のうち群馬県側の 110km は薄井郡松井田町、現安中市が買収しており、残り約 840m についても北作郡、軽井沢町に買取を陳情する動きがあった。廃線後は、 廃止前と変わらない状態を保つように管理されており、かつての線路跡が遊歩道、アプトの道となっている以外にも、線路部分が多く残されている遊歩道区間は横川駅からラック方式の急線をたどり急ぐの平駅までとなっている。降雪も参照。河川や通信ケーブル等も現役当時のまま残っていたが、現在では、 横川方の上下線で盗難され減損しない。薄い峠鉄道文化村では、横川駅側の配線跡を利用して、かつて使われていた、保守機関車 500A などを走らせている。薄い峠では明治以降だけでも多くの事故が起きている。1891年から1893年の線路の建設にあたっては、完成を急いだことなどから500名以上もの。 殉職者が生じている。1901年には、日本鉄道副社長、毛利茂助が偶然巻き込まれ死亡した、薄い峠蒸気列車逆走事故が起こった。また、1950年には、熊野平駅で数回にわたる土砂崩れが起きて50名が、亡くなった。勾配が極めて急なことから、列車脱線事故もしばしばあり、例えば1963年10月16日に、 トンネル内で貨車が1975年10月28日には電気機関車が脱線している新越線軽井沢横川間改送機関車脱線転落事故特に1975年の事故では機関車4両が10メートル下の県道斜面まで転落し乗員3名が重傷を負ったまた被災した機関車4両も復旧不能で全機廃車となった 夏季は豪雨で国道18号が崩落することも多く、1979年8月12日には雷雨のため長さ15メートル、幅2.5メートルにわたって崩落して通行止めとなり、1992年8月29日には長さ150メートル、幅6メートルにわたって道路北側の土砂が崩れた上に地盤が緩み、復旧に2ヶ月を要している。この 1969年には山火事で国道18号の3キロメートルの区間が通行止めとなったこともある。薄い峠には他の峠などと同様に豪傑の伝承などがある。古代では頼光四天皇の一人、薄い貞光が有名であり、先祖が直感によって入るされ薄い峠に陰性していたと言われる。中世から近世にかけては、奈良伝の左だゆう。 ナダダの佐田ゆの話が伝わっている。実在した土坊の佐藤氏が、左太夫のモデルになったとされ、具体的な内容としてはなどがある。近代に入ると、多くの文学者が訪れ、正岡式は1891年の、架け橋の木の中で、薄い峠を馬車鉄道で越えた時の様子を描いている。大正時代には、北原白州が、 すいの春という一連の和歌を読んでおり、その一首を刻んだ歌碑が横川駅下のドライブインに存在する。また、頂上の熊野神社の境内には山口聖子や杉浦水子が薄い峠を読んだ俳句の句碑がある。西条八十の詩、僕の帽子の冒頭には薄い峠が登場し、森村誠一の人間の証明はそれを引用している。配線区間の注意事項。 遊歩道など解放された箇所以外の立ち入りは禁止されており、許可がない立ち入りは建造物侵入罪となる。特に、ラック方式時代のトンネルなどは、経年から危険である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。